中日、首位と3点ボジーサ。立浪和義の野球が浸透してきた。次派なん敵のベイスターズだが、ベイスターズは鬼門ハマスタだからワンチャンあるで。2対0、勝利2対1、勝利2対1、勝利素晴らしいバンド野球。上林は元気でやってますか？昨日の石川に代打板山は良かったわ。ようやく甘さを捨てたな。立浪も南海屋の展開で点取れずに勝ち落としてきたんやって感じやったからな。3試合6点取れば3立て、3試合4点取れば2勝1敗。これがバンド野球や。打線が強い交流戦が一番しんどかったな。立浪アンチ志望したな。なんとかゆみそも3試合中2試合 QS してくれる先発が2枚欲しい。登板するたびに炎上する先発敗乱。交流戦終わってから巨人と並んで8勝5敗のトップ。これくらい接戦してるのが一番面白いんだけどね。パリーグはあかんわ。石川は代打出されてホッとしてるか悔しがっているか気になる。さすがに得点圏打率が下振れすぎてるから、もう少し打ち勝てる試合が増えるだろうね。あとはどれだけ先発が持ちこたえられるか。お前らマジレスなのか、どうせチュニドラだし褒めといてやるかのどっちだよ。ご視聴ありがとうございました。